今日はフィレイコントンのチポルダディトロピアを作りたいと思います。今日はこのフィレイコントンナイチポルダディトロピアですね、まあ、このフィレイ、まあ、現地ではマッケローニとかいろんな呼び方があるんですけども、まあ、これをあのテチパスタでやるときはその棒とかでこう巻きながら作っていくんですが、まあ、今回はこのトロピアで行ったときにカラブリアで入手したパスタを使うんですけども、まあ、それに合わせて、まあ、このチポルダディトロピアですよね。このトロピアの玉ねぎがやっぱり非常に有名な玉ねぎで、あの水分が多くてみずみずしくて、まあ、辛みが少なくてなおかつ味が濃いっていう特徴があるんですけれども、まあ、その玉ねぎに合わせて、まあ、今回瓶詰め そのオイル漬けのマグロを使うんですけれども、まあ、それに合わせてこのフレッシュの唐辛子とあとはオレガノの香りとトマト缶の、まあ、量を半量ほど使うんですけれども、全体をつなげて美味しくするパスタですね、まあ、今回はこのカラブリアを思いながらこのパスタを作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。今日はこのフィレイと、チポルダディトロピアとトンノ缶マグロのパスタですよね。まあ最初にパスタを茹でていきましょう。まあ塩はいつもの、そうですね、 1% ぐらいの塩でしっかり塩分のついたお湯で茹でてあげるのをおすすめします。ではパスタを茹でていきますね。はい、ではこのチポルダディトロピアの玉ねぎですね、皮を剥いて切っていきます。でこの玉ねぎの特徴としては非常に水分が多くてみずみずしくて、まあ、辛みが少ないという特徴があるんですけれども、まあ、この玉ねぎをオリーブオイルで炒めていく感じですね。皮はブロードとかに使ってあげたら無駄なく使えるかなと思います。では切っていきますね。今回このフィレに合わせるのでちょっとこう幅を、そうですね、こう薄すぎず厚すぎずの感じで、だいたいそうですね 2-3mm ぐらいの幅でしょうかに切って炒めていきます。ではフライパンに入れていきますね。ではオリーブオイルを入れて炒めていきます。でここに最初に塩をして、ちょっとその塩分でちょっと玉ねぎから水分を出す感じでゆっくり炒めていく感じにしますね。はい、じゃあこの玉ねぎをちょっと炒めて、こうちょっとしんなりした感じですよね。でこうちょっと火を弱めて、でここにこのフレッシュの唐辛子も切って入れていきますね。このカラブリアのパスタ、やっぱ辛みが非常に強いっていうのも特徴的なんですが、まあ、もちろん好みの趣向でお好みの辛さで入れてあげたらいいかなと思います。カラブリアではこのフレッシュの唐辛子が本当によくレストランとか家庭でもよく登場してくるので、今回このフレッシュの唐辛子を使いましたが、この爽やかな香りもいいですよね。ちょっとこう細かく切って、で一緒に炒めてあげる感じですね。このまま弱い火で軽くちょっと油分の中に入れて炒めてあげる感じですよね。
はい、ではこのトマト缶をちょっと半量ほどちょっと手で潰しながら入れてあげて、この皮もちょっと取ってあげて、まあ皮が残りやすいからってことですよね。このまま潰して入れていきます。硬そうな部分だけしっかり取り除いてあげてください。でトマトをその潰すときはいつもお伝えしてるんですけど、まあ、跳ねないようにゆっくりやってあげたらいいかなと思います。この半量だけの気持ちの水分を入れてあげて、でこのままソースの中に入れてあげてください。はい、ではこのトマト缶を合わせてあげたところに、このままこのイタリアでいうトンノですよね、このトンノ、マグロですよね、ちょっとこう油分を切ってちょっと合わせてあげる感じですね。でもちろん量は好みなんですが、あまりこうこのマグロトンノを入れすぎるとその重みが出るというか、まあ、もちろん贅沢に入れてもいいんですけど、結構あの水分を持っていかれるので、持っていかれるっていうのは水分を吸収するのでってことですね。これを軽くこう潰してあげて、でまあ食材がちょっと残った感じも美味しいかなと思うので、ちょっと軽くこうほぐしてあげる感じ、全体を潰しきらないって感じですね。でもちろん口にあの口のその一口の大きさに、まあ、大きすぎないようにということですね。軽くこうほぐしてあげて、でここでもう水分が多少吸われたのが分かると思うんですけど、ここにあの分量外の多少の水分を補ってあげて、でちょうどいい水分の量、これで火を切って、あとはパスタが茹で上がるのを待ちますね。はい、ではパスタの硬さがちょうどいいので茹で上げていきますね。必ずこのソースの方を温度を上げておいて、まあ、冷えてないようにってことですね。まあ、もちろん夏の暑い時期なので、そんなに冷えることはないと思うんですが、軽く温度を上げて、でここでもう火を、こちらもソースも切っちゃいますね。まあ、夏で暑いからってことですね。でこのしっかりショートパスタを茹で上げるときいつもお伝えしてるんですが、必ず水分をしっかり切ってあげる、要はこの中の空洞に水分が入っていることが多いからってことですね。じゃあ茹で上げて合わせていきます。でここでしっかり全体をちょっとなじませてあげて、いいですね。でここにこのオレガノも軽く香りを入れてあげたら、より爽やかな爽やかな南のパスタをイメージというか感じますよね。いいですね。じゃあこれで盛り付けていきます。はい、では盛り付けていきます。ここに最後にちょっとオレガノをもう一度ちょっと香りを移してあげて、はい、ではこれで完成です。はい、それでは、はい、ボナペティートボナペティートいただきま す、はい、ます。さあ今日は、フィレイ、ね、フィレッジャ、はい、カラブリアの、まあ、郷土料理、郷土パスタかな。そうですね、カラブリアといえばこのフィレッジャです、うん、一番有名なパスタじゃないですか、ね。まあ、現地ではね、言ったようにマッケローニとかいろんな名前があるみたいですが、うん、はいはい、ご当地パスタですよ ね。じゃあ早速いただいてみましょう。はい、いただきます。本当に南を感じさせる、なんだろうね、こう、まあ、まずメインのパスタ、フィレッジャ、フィレイ、
と、まあ、この赤玉ねぎですね、これがね、この赤玉ねぎが、まあ、本当見た目ではなかなかこう分かってもらうと難しいのだけれども、とにかくね、甘みがすごくて、かつみずみずしいんだよね。まあ、今回は火入れをかなり浅めにしてるので、こうちょっとシャキシャキした食感も残ってると思うんですけど、やっぱりこの玉ねぎの甘み、食感、香り、そして味わいもありつつも、このトンのマグロの美味しさだったり、このオレガノの香りだったり、このちょっとペペロンチーノのその爽やかな香りだったり、まあ、非常に味わい深いパスタですよね。そしてね、こう南のパスタのイメージで、まあ南のパスタっていろいろあるかもしれないけども、思うのが温度帯がね、全然常温に近い感じで美味しいよねっていうイメージがある、うん、やっぱりこう熱々がやっぱね、麺とかパスタとかって美味しいってイメージ日本の人はあるかもしれないんだけども、うん、やっぱりね、こう無理じゃん、あの南のね、まあそうですね、気温が、気温がラブリアとかシチリアとか、はい、あんな気温の高いところでそんな熱々のパスタなんて食べれないと思うんだけど、うん、やっぱりね、きちんとこう常温になっても、あの美味しく食べられるような作り方してるなっていうね、うん、そうですね。よく南ではね、パスタ食う大王だって、よくプーリアとかでよく出てくる、その常温から冷やして食べたりするパスタとかあるんですけど、まあもちろんこのカラブリアでも、まあ本当にシンプルながら、こうなんていうか、温度帯が優しい、まあ優しい料理が非常にカラブリアでは多いなって印象を感じましたね、うんうん、あまり火を入れないよねって話をさっきしてたけど、はい、こうなんだろう、逆に言えばもう生で本当に美味しい、そのまま食べても美味しい食材をちょっとだけ、まあ、火を入れることで、さらにそのなんだろうな、いろんな甘みであったり、うん、味を引き出してるっていう感じがする。だからこう煮込んで煮込んで、うん、なんだろう、食材を生まれ変わらせますみたいな勢いのね、その鍛えてる料理とはまた違うよねっていう、分かりやすく、そのまさにイメージする北イタリアと南イタリアの違いがまさにそこにあるのかもしれませんね、本当にこの料理も本当にそこまで手間をかけずにささっと作れる料理なんですけど、本当時間的にはもう本当にパスタ茹でてから調理するぐらいの、ほんと数分で作れる料理なので、うん、まあそれをまたいいんじゃないでしょうか。うん、簡単なんだけど、うん、手抜きとか時短とはまた違うんだよね。そうですね、まあ、もちろんね、楽に料理するって大事なことなんだけど、はい、それとはまた違うなっていうのは、簡単でシンプルだけどすごくこう丁寧な料理っていうのが、イタリアの家庭料理とかのイメージかな、さっくり食べちゃいましたお酒でごちそうさまです。いやいや、ありがとうございます。